イーユタード・ルイス・エドアルド・マガリャンイス国際空港は、ブラジルのサルバドールにある国際空港。かつては、ドイスで重量国際空港と呼ばれていたが、1998年に、バイヤ州出身のブラジル会員議長であった、ルイス・エドアルド・マガリャンイスを称えて、現在の名称に変更した。2014年現在の年間利用者数は915万2159人。 年間発着回数は107,255回。年間貨物取扱量は38,766トンとなっている。ブラジル国内では8番目に利用者の多い空港となっている。ターミナルの内部1925年にサント・アマロデ・イピタンが空港として開港し、1955年にバイイア州の独立記念日にちなみドイスで重量、国際空港に改名した。 その後、1998年6月16日に、地元出身の政治家であるルイス・エドワルド・マガリアンイスを忍んで、現在の名称になった。現在のターミナルは1998年に開業し、旧ターミナルを閉鎖した。2000年の年末までに年間処理能力は600万人、11本のボーディングブリッジを持つターミナルとなった。サルバドールの中心部まで、 早朝6時半から夜9時の間30分間隔で運行されている。ありがとうございます。